どうもどうも、アローラビット。前回は、第2回戦のバトルロイヤルを突破したので、今日は次のエリアに進んでみようかなと思います。はい。で、まだ、噴水の水が奪われた謎っていうのは解決してないですね。あ、いた、小刀たち。またお前かと。まだ光の雫がどうこう言ってるのかと。そう、光の雫っていうのが、その、噴水の水でして、まあ、その噴水の水に、傷を癒す効果があるんですよね。でそれが町から盗まれたって言って、この小刀たちが犯人じゃないかって疑われてるっていう感じです。しつこい。おもちゃのポケモンはバトルで語るもの。お、バトルか。言いたいことがあるなら決勝大会まで来るといい。お、こいつがそもそも決勝まで行けるほどの力量があんのか。よし、じゃあフォレストエリア。まあ基本的にもやることは全部一緒ですね。ただ出てくるポケモンとかボスが違ってるだけで、基本的にもうやることはずっとこんな感じですね。おい、おいね、ひよった。よいしょ、チョロ猫。どれぐらいいくんだろう。240強っ。ちょっと待って、チョロ猫使おうぜ。追い打ち持ってる。やべやべ、あぶねあぶね。よっしゃ、いいね、強い。で B ボタンで、これなんだろう、居合斬りかな。ちゃんと見てなかったけど、居合斬りかなんかが取れるのかな。いいね。で A ボタンで追い打ちが使えると。で追い打ちはなんか相手の背後から当てると確か威力アップだったかな。なんかそんな感じで交代際のポケモンにダメージを与えるっていう効果ですけど、本編だとこれだと確かこう後ろから当てるとみたいな、そんな感じだったような気がするな。あ、ケミスト、ほら強いね追い打ち。まあでも真正面からでも十分火力出るんで。あら、ほら、OK、強いな、さすが240。いいね。しかもバチボコ仲間になるじゃん、すごっ。よっしゃ、でこれで、よし。指揮時間も結構強いね。はい、ケミスト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 、よっしゃ。実際にこんなにケミストの大群が出てきたらやばいよね。ちょっと鳥肌もんだよね。プリンで、プリンはこの頃はもうノーマル単タイプでフェアリータイプが存在してないんで、なんでこの悪タイプの追い打ちもガンガン刺さると。めちゃめちゃ多い。よし、こういう囲まれた時は濃いので、もうガリガリこう勝っていこう。来た、これ後ろから当てたらいいんじゃない。おいおいおい、カラサリス硬くなってる。ほらほら、いいね。ちなみにさ、カラサリスとかマユルドって目1個しかないのかなと思ったら、実は2つあるんですよね。ちゃんと公式イラストとかが目が1個に見えるような角度なんで、目1個しかないのかなと思ったら、実はね、両側にちゃんと2つあるっていうね、そんな豆知識。ほら、まあでも 3D になってからちゃんとそれは分かるようになってるから、最近の子たちは知ってるかな。僕らの頃はドット絵だったんで、その本当に公式イラストも固めだったし、ドット絵も固めだったんで、あれ、このポケモン固めなんだってずっと思ってましたね。ほら、えい、いいね、強い。めっちゃ仲間になるじゃん。お、スバメ240で、次のボスによって使うポケモンを考えよう。誰が来るのかな今度。レパルダスとか。あ、レパルダスだね。そしたらスバメでいきますかね。ツツクでいきましょう。あ、かわいい。うわ、ちょ、早い早い。OK、こういうタイプね。で、OK、ほら、なんだこれ。奮い立てるとか、そういう系か。アタックと命中、爪研ぎか。で、この時は攻撃効かないんで離れといて。ちょ、早い早い早い。早っ、え、持ってかれたんだけど、一撃で。強っ。じゃあ、どうしようかな。チョロネコ、しかもメザパー飛行じゃん、これ。どうしよう。じゃあケムッソで虫食い行きましょう。早い強っ。お、強いね虫食い。いいねケムッソがレパルダス倒すっていう、しかも仲間になる。すごいねこれ、下克上としか言いようがない。 OK で、虫食いで倒すと確か相手が落とすお金が増えるんだったかな。はい、敷地か、ケミスト、はい、で、レパルダス、引っかくか技、微妙だな。はい、じゃこれで1個目 OK。 ほいあ、ほらほら、普
2つくれるお金で、モグリューでしょ、トイタメので、これがなんだろう、グリーンエリアだから草タイプが多いのかな。そしたらケムストでね、虫食いでいい感じに抜群取れるね。どうなんだろう。あー、ミネズミ、まあいいや。強いな、ケムストが。未だかつてこんな輝いたことがあるだろうか。これでお金もいっぱいもらえるし、稼げるんだ、だいぶ。ミネズミ強っ。おー、いいね、超お金もらった。あー、で抜群取れるでしょ、ポチエノには。え、ケムスト死んだ。なんですぐケムスト死んでまうの。ミネズミ行こうか、体当たり、タイプ1体当たりで。ほらほら、いいね、バシコーンと。よっしゃかわいい、お尻フリフリしてる。完全にこれチップとデールだよね。ちなみにチップとデールの見分け方なんですけど、鼻が黒い方がチップで、赤い方がデールですね。これ覚え方があるらしくて、ディズニー好きな人から教えてもらったんですけど、あいててて、あいてて、チョコチップ鼻血デールって覚えればいいらしいですチョコチップってまあ黒いじゃないですか。だから鼻が黒い方がチップ で鼻血が、鼻血デールなんで、鼻血が出て赤くなってる方がデールっていう風に覚えるといいらしいです。僕はこれで一発で覚えましたね。すごい、あいてという豆知識。ほら、いいね、強いけどもうちょっと遠距離攻撃が欲しいな。お、メリープ、ニャースもいいんじゃん。いてて、猫騙しだこれきっと。メリープ欲しいね。さっき水の、うっ、ちょ、やばい、あと1回やられたらゲームオーバーになっちゃう。そしたらお立ち行こう、お立ち乱れ引っかきで。強い強い強い、やばい、よしよしよし、あ、メリープ仲間になったぞ。電気技持っててくれ。お立ち、そして押せ、歩くの尻尾でぴょんぴょんしてるから。遅いね、だいぶ遅っ。ニャースいいね、ワンパンじゃん、強っ。で、ポッポーポッポー、すごっ、シューッつってめちゃめちゃこんな突っ込んでくるじゃん。あ、シママいいね、電気タイプ欲しいね、ワンパンじゃん。びっくりした、下のなんかこの風車みたいなやつが敵に見えたわ。めっちゃでかい敵来たと思ったら、びっくりしてたら違ったわ。ほら、あいて、ほらほら、あいてて、やばい、私の HP が、お、ニャースが仲間になる。オッケー、で、メリープ、あれ、あ、モココが使ってた輪っか状にボーンってこう攻撃するやついいね。で、ここなんだろうな、ボスは。あ、ゼブライカ、オッケー。ゼブライカであれば、じゃあ、ニャースでいこう。猫騙しとお仕置き。どういう攻撃してくるんだろう。ああ、突っ込む系ね。オッケーオッケー。それであれば大丈夫。オッケー。ほら。あんまり減ってない。OK、これでスピードアップしたら、これ B ボタンで押し置きが出せるんで、あいて、強っ、ちょっと待って、ちょ、やばいやばい、危ない危ない、ゲームオーバーになっちゃう、これ死んだら。3回やられたらアウトなんで、じゃあどうしよう、チキチカ行ったれ、あぶね、あぶね、ほら、あー、ダメか、ラスト、よっしゃー、勝った、あぶね、あぶね、めちゃめちゃお金くれんじゃん、すごっ。このお金がさ、自分のところに吸い寄ってくるこの感じ、めちゃめちゃ気持ちいい。やった人じゃないと分かんないかもしれないけど、ミネズミミネズミミネズミ、おたち、序盤ノーマル祭りだね。待って、メリープ体当たりだけか。オッケー、はい、じゃあクリアしたんで、次この水のエリアを行こうか。ちょっと一回回復しよう。よし、じゃあ水のエリアを、まあ電気も草もあんまりいいのがいないんで、今のところ一番強いミネズミの体当たりでご利用していきます。キャモメ、はい強い、はい強い、全員ワンパンじゃん。あ、ちょっと待って、ニセドロが止まった。ちょっと待ってくださいね、復旧します。はい、復活しましたね。キャモメとコアルヒーの群れを無事に倒しましたあー、こういう系のアクションゲームでニセドロ止まるっていうのが一番嫌だよね。ポケモンとか、普通のポケモン本編とかだったらさ、ターン制だから
何も操作しなければ何も進まないけどさ、こういうアクションってこっちが何もやってなくてもどんどん敵が勝手に現れて攻撃とかしてくるから、ちょ、壊る人めっちゃいるじゃん。見てて。そうするとこのニセトロ起動し直してる間になんか敵に攻撃されまくってやばいことになったりとかね、しそうだよね。いいね、コアルヒ強いね。261、そのうち300近いポケモンも出てきそうだね。ぼちぼち。鉄砲を、ヘイガニじゃん、ヘイガニ。いけ、バブル光線かなこれ、泡かな、ほら、よっしゃ、うぃ。鉄砲王の鳴き声な癖になりますよね。ペアペアって、あ、蛍光が退治してる。あ、キバニアいいじゃん、キバニアいいね。いてて。で、特性はないのでサメ肌を気にせず攻撃しまくれるっていうね、直接攻撃しまくれる。えい、さっき捕まえたメリープに電気技があれば楽だったんだけど、仕方ない。コアルヒー大量発生。お、来た、コアルヒーが仲間に。ほらね、260強。あとはこの強さの数値以外にも技がすごい重要だからね。やっぱりあんまり使えない技だといくら強さの数値があってもあんま意味ないんで。ラブカスかわいい。ほら、危ね、よっしゃ、あ、ラブカスピヨった。ほらほら、でピヨってる時に攻撃すると 100% 仲間になると、そういった感じですね。よっしゃ、20コンボ達成。ラブカス259、強いな。今度これなんだろうね、スワンナとかか。あ、スワンナだね、本当にスワンナだ。したらコアルヒのツバメ返しでいこう。お、コアルヒ早い、かわいい。そしてどんな技、あ、突っ込む系ね、こいつも。いて、ほら、バブル光線も持ってると。やべ、これは、ちょ、敵も味方もコアルヒだから誰が誰だか分かんない。やべ、あぶね、あぶねっていうかアウトだ。おっしょおっしょおっしょ、下克上。あー、スワンの仲間にならなかったか。スワンの仲間にしたら超心強そうだよね。で、お金がっぽり。で、もう1ステージあったかな、確か。はい、コアルヒかわいい。こんだけしかでも仲間にならなかったんだ。で、もう1エリア確かあったと思うから、これね、タワーエリア。これのどんなポケモン出てくるか分かんないんで、一回回復しときます。はい、噴水の水が盗まれて少ないっていうのに、容赦なくそれを使って回復していってます。で、じゃあここでエスパータイプとか出てくるのかな？なんだあれ？何がいるあれ？お、ムンナ。ムンナ。BGM がなんかいいね、怪しげ。ちょっとこれ難しいな、使いづらいから。もう一匹のコアルヒにしよう。こっちがバブル光線なんで。オッケー、バブリー。うお、ラルトスがすげえ遠距離攻撃してくる。めんどくさいねこいつ。オッケー、バブリーと。よし、コアルヒ早いな、移動が。で、ラルトス、よいしょ。このなんか白くホワホワーンってなってるところに攻撃がうう飛んでくるって感じだね。めんどくさこれ、何これ、おららら、遠距離攻撃めんどくさい。うう、ちょっと危ない危ない危ない、怖ー、これ。よしよしよし、いいね、敵が一直線に並んでるところをまとめて撃破。ほら、しゃあ、ゴチム、めんどくせえなこれ。ほら、あ、ちょっとなんだこれ、今なんだったこれ、マネネか。やべやべ、マネネも遠距離じゃんこいつ。よっしゃ、マネネゲッツ。300きた、マネネ。きたきた。ってことはここはあれかな、さっきゲットしたさ、チョロ猫の追い打ちで攻撃した方がいいのかも、もしかしたら。よし、じゃあ追い打ちでいきましょう。いいね、ほらめちゃめちゃ強い、抜群だから、やっぱり効果抜群だから。あ、でもズルックがあれか、4分の1になっちゃうのか、悪技が。ほら、そこはもう居合切りでゴリ押し。ほら、草刈り、この居合切りのエフェクトいいね、芝刈りしてるみたい。おじいさんは山へ芝刈りに行ったんじゃないこれ。しかもめちゃめちゃリーチ長いし。
ズルックゲット。ズルックが悪技持ってたらいいんじゃない、なかなか。だってズルックどんな感じよ。あ、騙し打ちいちゃもん。じゃあズルックでいこう。あ、しかも意外と早い。いいね。うわ、強っ。いで。ちなみに悪タイプであってもエスパー技は受けますね。ただあれです、半減になるのかな多分。結構なんだろう。あ、ゴチ見るね。オッケー。こいつはどんな攻撃だろう。あ、オッケーオッケー。自分の目の前にビームを発射するけど、ちょ、何、すごっ、めちゃめちゃヒットモイト持っていくね。いてててちょっとめんどくさいなこれ、この遠距離攻撃の報酬。うわ、やべやべやべ、これで、あー、やられた、やべやべ、やられた。したらじゃあチョロネコ行こう。これでとどめだ。よっしゃ、オッケー。ゴチ見る仲間になったらでかいなったね。いいね、最高か。うん、いいね。よっしゃ、305、強っ。よっしゃ、ゴチ見るちょっとエース候補だね。オッケー、ラルトス、いいね。ゴチ見るサイケ構成覚えてる。で、これでバトルロイヤルかな。バトルロイヤルだね。じゃあバトルロイヤルいきますか、ゴチ見るで。よし、とりあえず回復はいいかな。ゴチ見るでじゃあ行きましょう。ついにお前と戦う時が来たようだなと。決勝大会は2つのバトルロイヤルを連続で戦う。お前か俺たちか、2つ目のバトルロイヤルに進めるのはどちらかだけと。でも勝つのは俺たちだぜと。言ってろ、中で待ってるぞ。じゃあなと。でも悪タイプってことはさ、これゴチミルだと逆に微妙かねえ。ちょ、エスパータイプばっかなんだけど、ちょっと一回整えてきますか。整えましょう。はい、じゃあ整えてきたんで、とりあえずバブル光線を持ってるコアルヒーで行くことにします。水技だったら結構通りいいし、バルチャイ、コマタナ、あれですね、モノズと。まあ、モノズにはちょっとバブル光線通りは悪いけど、まあ、とりあえず、ちょっと遠距離から、このバブル光線を打っていくスタイルでいこうかな。やべ、いてて。よいしょよいしょ。なんか、やたら僕のことみんな狙ってきてるように、錯覚するんだけど、気のせいか、これは。やっぱりみんな僕のこと脅威に感じてるということだろうか。ほら、ヘイ。あんまりね、中心に行き過ぎちゃうとみんなからフルボッコにされちゃうんで。おむつポケモンバレちゃう。はい、いて、やべやべ、いてて、あぶ、いいね。これ直線攻撃だから、敵がまっすぐに並んでるところに打ち込めばまとめて攻撃できる。やべやべ、これ遠距離攻撃めんどくさいね。誰が遠距離攻撃してるこれ、誰がやってんだろう。バルチャイか、バルチャイだ。やばいやばい、交代できないんだよね。だからバルチャイと小刀がなんか仲間割れしてない、気のせい。仲間割れしてない、ほら仲間割れしてるんだけど。何してんすか君たち。やばいやばい、ほら仲間割れしてる完全に。お前ら仲間じゃないの。いや、やべ、やられちゃった。したらじゃあ、どうしよう。じゃあもう一匹のコアルヒ行こう。ツバメ返しで。ちょっとバレちゃい、超仲間割れしてんじゃん。ほら、ちょっとこれ、ツバメ返しが、リーチが長そうでそんなに長くない。めっちゃタフじゃん、こいつ。うわ、いいね。いいね、いいね、これ。この、リングのか、あのロープに相手を叩きつければあれなんだね、電気でダメージ与えられるんだね。よかった今。よっしゃあ、あ、 A 評価か。まあ一回やられちゃったしね。このコアルヒちょっと扱い難しいな。27匹。あ、全員僕が倒したんだね。いいね、よし、勝ちましたね。
悔しいけど俺たちの負けだと、聞きたいことがあるようだな。お前が優勝したら何でも話してやるよ、次の決勝絶対勝てよ。こいつ実はいいやつ説。じゃあこのままこのままかここかで行きましょうか。はい、なんかジャローダか、ジャローダ大剣器演武王ね。うわーマジか、ツバメ返しだから割とみんなに等倍または抜群で入るね。あ、ガマガルだ。これツバメ返し若干扱いにくいな、近すぎると当たんないわ。だからちょっと、あ、いてて、ちょっと待って、めっちゃ食らったんだけど、何何何、いてて、いて、ちょっと待って、ネオラント強い、難しい難しい、ツバメ返しの当て方が難しいね。よっしゃ、若干、あ、ちょっと待って、やばい、やばい、あー負けた、ちょちょちょ、ま、やばいやばいやばい、こっち見る、行こう、時計取れ、時計取れ、やばいやばい、時計とりあえず取ろう、オッケーオッケー、あ、やばい、やばい、やばい、スライドパッドのゴムが取れた、あかんこれ、やばいやばいやばい、めっちゃトゥルットゥルする、トゥルットゥルです。よし、あ、これ強いね、ここでこうまとめてこうガサッと、みんな僕のこと狙いすぎじゃない？いいね、こんなよっしゃー、バッカルコーンって聞こえません？あのヒヒだるまじゃねえや、あのあいつ、あ、今のうちにちょっと戻そうか、ダルマッカの鳴き声、バッカルコーンって聞こえるんですよ。大剣器で演武王と、よし、行きましょう。ここはうまいこと逃げながら周りからこう密かに攻撃するっていうね、今日の戦法でいきます。 OK、 混乱した、いいね、いいですね、あ、いてて、これいいね、この遠距離からこう攻撃していくスタイル、あ、しょしょしょ、勝手に動いてる、いてて、ほら、 OK、 よっしゃ、なんとか強いね、やっぱ相手は、まあ僕が下手なだけかもしれないけど、よっしゃ、 K クリア、これ B とかかな、あ、でも A もらえた、よかったよかった、 K1000 ポイント、おお、34匹か、5匹落としてるね、やった優勝、イエーイ、コングラチュレーションズとこのグラフィックがまたこのしょぼさがいいね、プレステの初期の感じ、え、かっこいいネジを手に入れたチャンピオンの証、かっこいいネジってどんな効果だっけ、こう交代が早くなるんだったかな、おめでとうおめでとう、早くみんなに知らせなくちゃ、先に町に戻ってるねと、 OK、 じゃあ僕もトイタウンに戻りましょう、じゃあちょっとヒットポイントやばいけどトイタウンに一回戻ります、はい、ここからね、来た、で、これでイベントが進むんだね。大変。え、どうしよう。めっちゃ泣いてるじゃん。とうとう噴水から光の雫がほとんどなくなっちゃった。え、小刀知ってるんでしょうと。俺たちが光の雫を持っていったと思ってるのかと。え、そんなことはしないぞ。やっぱりそういうパターンか。じゃあ一体誰が。そういえば、俺たちが街を出るとき、ワルビアルとぶつかったぞ。ワルビアル。すごいね。悪そうな顔。ワルビアルと。この町は誰もいないな、雫を盗むのが簡単だぞ、住んだら次はイーストタウンだとか言ってたな、すごいな、一語一個覚えてんだ。ワルビアルってポケモンが光の雫泥棒と。でもワルビアルも実はその悪の組織に利用されてて本当は悪いやつじゃないっていうパターンかな、追いかけようと、でもトイタウンを留守にはできないよと。でここで僕が言ってくれって頼まれるパターンか、やっぱりこういう時は、お願いチャンピオンもうチャンピオンっていうことを盾に何でも頼んでいいと思ってんなこいつら。はい、じゃあみんなに見送られながら行きましょうか。あ、なになに、話が聞けんの、また会うかもしれないねとバレちゃう、なんかいいやつになってる。イーストタウンへ行くのかと。
怪我しないようにな、ツンデレ小松菜、僕たちも修行のためイーストタウンへ行くことにしたんだと。じゃあ一緒に行こうよ。君がバトルロイヤルで優勝する少し前、はい、え、何、固まった、あ、固まってないか。お、コバロン、ちょ、何がいる、これ、ゴビットと、なんだこれ、母子守か、この、あ、違う、オノノクスか、オノノクスとペンドラ、シャンデラとかいるね、ゾロアークもいる、あ、ペンドラじゃなくてゾロアークか。光の雫には特別な力がある。え、コバロンが黒幕だっけ。え、あれ、コバロンが黒幕なんだっけか。僕一回これやったことあるんですけど、ストーリー忘れちゃったんだよね。あ、すごい、錆びた歯車が元通りに再生すると。集めるんだ光の雫を。と、あれ、コバロン完全に仲間だと思ってたわ。誰かに操られてんだっけ、全然覚えてない。第2章、失われていく光の雫と。はい、イーストタウンに到着しました。あ、ワルビアルいいんじゃん。どっこら、めちゃめちゃムカついてるみたいな感じになってる。光の雫は預かる、帰ってこないパターンだね。預かるって言って、お年玉お母さんが預かっとくねって言って、一生帰ってこないパターンのやつだ。邪魔立てするならこうだ、やば、怖っ。で、その間に集めろっつって、噴水の水を、これすごいね、すごい、物理の法則無視してる。コップがこう下向きになってるのにどんどん水が溜まっていってたぞ今。悪く思うなと。現行犯だねこれ。警察に通報しようぜ。君はと。バトルロイヤルのチャンピオン。お願い、光の雫を取り戻してと。ありがとう。僕たち応援するよ。いや、僕何もいいとも言ってないんだけど。なぜか行くことになってる。少しだけど、光の雫は残ってる。君は自由に使ってねと。あざす。ドリンクバー並みにめちゃめちゃ使うわ。というわけで、まさかのね、光の雫、噴水の水を盗んだのが小刀たちじゃなくてワルビアルっていうことが判明したので、次回その謎をね引き続き追っていこうと思います。ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あ、何何、ズームになったんだけど。ではさよなら、人、またね。